小さなことからコツコツ、小さなことからコツコツ、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 コツコツ。今日はそんなお話をしてみたいと思います。東京の西の方に八王子というところがございます。関西の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、もう関東の方で言えば八王子、特に八王子城といえばもう最強の心霊スポットということで有名なんですね。というのも、まあ、城って言えば大概そうなんですけれども、みんな太閤秀吉ですね、後の太閤秀吉、まあ太閤になって、まあ、八王子城の場合はもう太閤関白になってからの秀吉なんですけれども、秀吉にみんな痛い目に遭わされてるんです。でひどい死に方をして、その怨念がまだ辺りを漂っている、まあ、八王子城市というのも例にもれずそういうところなんですね。でその八王子に東京造形大学という大学がございます。今日はそこに通っていた1年生の A さん、 A さんが1年生の時に体験したお話をしてみたいと思います。コツ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 。彫刻家の実習でこう材料になれるために大きな石をコツ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 ひたすら叩いて、ある一定の形、例えば四角形にして提出する、そういう実習があったんです。でも1年生でもありますし、こう要領の悪い人なんかはどうしてもこう遅れてしまうんですね。なかなかうまくできない、やってもやってもこうなかなかうまくできないですね。で A さんも例に漏れずちょっと要領が悪いというか、提出期限に間に合わないということで、ある日もう意を決して今日は徹夜をしよう、そういうことにしたそうです。ただ徹夜をしようって言うんですが、その東京造形大学っていうのはさっきも言いました通り八王子城にほど近いこともあって、とにかく幽霊が出るんですね。とにかく出る、もう普通に出る、みんな卒業するまでに1回や2回は幽霊を見る、もうその出るのが当たり前の環境なんです。ですからもう徹夜をして作業するイコール、まあ、幽霊が出るのかなみたいな、そういうところはあったそうです。でずっと集中して一晩中ずっとコツ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 石を叩いてるんですね。コツ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 ずっと集中していく、ぐーっと集中集中集中、ずっとこの石と自分だけの世界に入っていきます。コツ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 、そうするとやっぱり出てくるんですね。もう視線の端々になんかこう見えてはいけないものがふっと出てくる。別に何かを邪魔するとかそういうんじゃないんですけど、とにかくこうなんかチラチラ出てくるんです。ああ出てきたなって。でも A さんももうその辺は心得たもので、先輩たちからなんか散々聞いてますから、幽霊が出るぞと、あ出たなと、あ出てきたなと、まあでも気にせずやろう、コツ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 、さらにコツ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 ぐーっと集中していくんですね。ぐーっと集中していくと、もう今度逆にもう幽霊なんかは全く気にならない、もう幽霊も出てこない、それぐらいこうぐーっと集中していく。集中しすぎてもう幽霊も気にならないんです。でずーっと作業をそのままずーっとしてたんですが、もう時も忘れてやってるとふっ、なんか背中の方で嫌な感じ、さっき見えてた幽霊たちとはまた全然違う嫌な感じを感じたそうです。あれちょっと僕も疲れたかな。でふと窓の外を見るともう明るいんですね。ああもうこんな時間かと、まあ今日も散々頑張ったし
いい時間だから始発に乗ってもう家帰ろうと、そう思ったそうです。で電車に乗って自宅のある駅までは2駅ほど、うとうととする暇もないですね。でわっともう自宅のある駅に着いた。で駅から自宅まではさらに5分ほど歩くんです。で途中でコンビニへ寄って飲み物を買って、でコンビニからまたさらに家へ歩いていく、その途中コツ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 背中からコツ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 いう声がついてくるんですね。あれ耳がおかしくなったのかな、意思を叩きすぎておかしくなったのかな。コツ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 背中からずっと音がついてくるんです。あれおかしいなと思ってよく聞いてみると、どうもその音というのはコツ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 ステッキをつく、ステッキで地面をつく音なんですね。コツ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 ステッキをついている人が自分の後ろからついてくる。 A さんとっさに、あ、変質者かなと思ったそうです。あ、気持ち悪いな、ずっとついてくるんですね。このまま家帰るの嫌だな思って巻いてやろうと思ったんですね。でぐるっとお回りをしようと思って家から反対の方へ向かって歩き出す。ぐーっといろんな道を迂回してぐる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 巻いてやろうと思って歩くんですけど、近づいたり離れたりしながらずっとそのコツ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 いうステッキの音がついてくるんですね。で1時間ちょっともう頑張ってぐるぐる歩いたんですが、徹夜で疲れてることもあってもうダメだと思って、もう家帰ろう、もうしょうがない諦めて帰ろうと思ってアパートに向かったそうです。アパートというのは2階建て、 A さんの部屋は2階の203号室ですね。でアパートに着いてアパートの階段を上ろうとした時にちょうどそのステッキの音が聞こえなくなったんですね。よしと思ってバッと階段を駆け上がって逃げ込むように自分の部屋へ転がり込んだ。で、ああ怖かった、もう自分がおかしくなってしまったのかなと思って、もうとにかくもう寝よう、横になる、横になって目をつぶるとコツ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 ステッキの音が近づいてくるんですね。あ、来た。でアパートの前まで来ました。で101号室コツ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 102号室コツ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 103号室コツコツ104号室コツ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 105号室コツコツ106号室6号室が一番端っこなんですね。でそのまま向こう行ってほしい、 A さんそう思ったんです。向こう行ってくれ思ったら105号室104号室コツ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 103号室コツ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 戻ってきたんですね。そして101号室まで戻ってコツコツコツ、もうそのまま向こう行ってくれ、どっか行ってくれ思ったんですけど、この階段を上ってくるんですね。コツ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 201号室コツコツコツ202号室203号室が A さんの部屋です。コツ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 203号室あ、来た来た思ったそうです。コツコツコツ204号室あ、通り過ぎた205、206、また戻ってくるんですね。204コツコツで203また自分の部屋の前コツ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 202号室コツコツあ、通り過ぎた、よかった、あ、なんとかやり過ごした。201号室ほんで階段を降りていく、コツコツコツもうどっか行くだろう思うんですが、また101号室コツ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 
102号室コツコツコツ、103号室、104号室、105号室、6号室コツコツコツ、また戻ってくるんですね。105号コツコツコツ、104コツ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 、103コツコツコツ、101コツコツコツ。もうなんとかそのまま向こう行ってほしいと思うんですが、そうはいきません。また2回上がってくる。コツ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 、201号室コツ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 、202号室コツ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 、203号室自分の部屋に来た時、 A さんもう緊張のあまりに気絶するように寝てしまったそうです。で次の日目を覚ましました。もう疲れていたので、もう昼前ですね、昼前にバッと目覚まして、ああ昨日のあれは何だった、無事なんですね、ああとりあえず無事だな。部屋を見渡しても何も変わってないですね。ああよかった。で立ち上がって床を見たんですね。まあ1年生で下宿したて、まあ新しいカーペットの上、 A さんが寝てた布団を取り囲むようにポツ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 とステッキの跡がついてたそうです。 A さんそれから1週間学校へは行けなかったそうです。